エジプトで手に入れたあの矢が家具と壁の隙間にすっぽり落ちてしまったんだ。ほっぽっておこうかとも思ったが、チャリオッツなら拾えるなと思ったんだ。その時だ、チャリオッツが指を矢で傷つけてしまったのだ。偶然だった。矢は才能のあるものからスタンドを引き出す。だがさらにその矢でスタンドを貫けば